はい、どうもこんにちは、ケンジョ証券です。今日なんですけども、こちらサバの味噌煮の缶詰を使って、まあ、包丁を使わないことが作れるようなね、簡単な、まあ、一品を作りたいと思います。今日はちょっとね、まあ、カレー粉とねチーズを加えて、まあ、少しアレンジしたいと思っています。まあ、カレーの味付けするのでね、ご飯が進むのももちろんなんですけども、まあ、お酒のつまみのねいい感じのものになりますので、ぜひね最後まで見ていってください。それでは早速ね材料を紹介したいと思います。材料はこちらになります。サバの味噌煮のね缶詰と、あとはチーズ、それからねカレーパウダーと、あとは仕上げにねパセリを軽くねかけてあげようかなと思っています。はい、早速作っていきます。まずねコンロの上にスキレットを乗せて、その中にねサバの缶詰入れていきます。はい、そしてね火をつけて温めていきます。で、温めてる間に、まあ、大きいものはねこう半分ぐらいに割って温まりやすいようにしてあげます。そしてねそこにカレーパウダーをねかけていきます。でね、軽くねこう混ぜてあげて、まあ、カレーのパウダーがねこの汁と混ざるようにしてあげましょう。そしてね、お好みでね、また少しカレーパウダーかけてあげるといいかもしれません。はい、こうやってね、グツグツしてきたら、少しね、火を弱めてあげて、で、チーズを入れてあげます。はい、そしてね、蓋をして、溶けるまでしばらく待ちます。1分ぐらいね、加熱したので、蓋を開けたいと思います。おー、溶けてる。はい、じゃあね、火を止めます。あとは仕上げにね、パセリを少しかけてあげます。はい、これで完成です。はい、それでね、早速いただきたいと思います。この大きいのいこうかな。おー、チーズいいですね。美味しそうですね。はい、それでね、早速いただきたいと思います。あ、美味しい。うん。ね、元のサバの味噌煮は美味しいのはもちろんなんですけども、そこに、まあ、カレーのフレーバーとチーズのコクが加わってね、より一層美味しくなってますね。はい、こちらのサバ味噌カレーチーズですけども、いかがだったでしょうか。本当にね、簡単に作れるんですけども、めちゃくちゃ美味しいです。味がね、結構濃いので、ご飯も進みますし、ビールにもね、よく合うんじゃないかなっていうふうに思います。見ていただいた通りね、作り方簡単ですけども、一応ね、下の概要欄でまとめてますので、ぜひね、チェックしてみてください。また、こちらの料理の方を作っていただいて、県のキャンプ飯、っていうね、ハッシュタグをつけて、ツイッター、インスタの方に投稿していければね、僕の方でいいね、押しに行きますので、ぜひね、感想とともに投稿してみてください。はい、というわけで今回の動画は以上になります。この動画が面白かった、参考になった、そしてね、こちら、サバ味噌チーズカレーが食べたくなったって方、ぜひね、グッドボタンの方をよろしくお願いします。また、チャンネル登録の方も、よろしくお願いします。それではまた次回。バイバイ。